はい、こんばんは、タルエとつゆきと申します。カンコレイベント E3 の1ですね、やっていきたいと思います。まずはちょっといただいたスーパーチャット読み上げさせてください。マーコンバットさん、レッドブル用ということでありがとうございます。レッドブルとか、あとなんだっけ、モンスターエナジーとかってあんま飲んだことないんですよね。確かレッドブルも1回かな、まだ1回ぐらいしか飲んだことなくて、あれなんですよね、昔はカフェイン中毒でそれ系飲んでも全然効かなかったし、逆に今はカフェイン立ちしてるんですけど、そうなると効きすぎちゃってまた飲めないというね、極端な状態ですね。でもまあレッドブル代でいただいたんで、今度なんか飲んでみますね。なんかおすすめの味とかあったら教えてください。はい、ではカンコレイベントやっていきたいと思います。編成は水上打撃ですね。はい、装備です。ビスマルクにシュシュ艇、司令部施設ですね。ザラにシュシュ艇、あとは水戦で、制空補助してもらってます。モガミにシュシュ艇随雲ですね。大潮はシュシュ電炭、テルズキもシュシュ電炭で対空カットインですね。アークロイヤルに、高爆戦ですね。E2 でいただいた寒冷地装備&交番要員で、出撃可能にしてます。はい、第2艦隊は機関が、E1 で拾ったばっかりの、ガルバルディさんですね。シュシュ野定で、してます。で、サツキが、対戦カットイン要員ですね。川風がシュシュ電炭、ベールヌイもシュシュ電炭、フレッチャーは E1 で出したんですけど、平攻略やってるので札関係なく出せますので、シュシュ電炭、一応これも対空カットインですね。プリンツに、シュシュ低電炭となってます。こんな感じでやっていきましょう。大丈夫ですね。作戦計画概要をご説明します。はい、E3 ですが、基地航空隊運用できるので、ボスマスまでが6、なんだっけ、6だったかな。で、この海域の一番遠いマスで7なので、まあ錦陸艇積んでうちは8まで伸ばしてるんで全マス届くようにはなっています。陸艇とあとは陸港3マスですね。こっちも同じく陸港3マスで、陸艇1マスです。で、TP が400あったのを残り4まで削ったので、あとは削り切るだけとなってます。前段作戦、第3作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。基地航空隊との共同作戦が可能です。はい、PQ-17 船団を護衛せよ。ノルウェー北岬沖かな、北極海提督、我が連合艦隊は欧州方面への展開を完了しました。これより北極海航路による援助物資船団輸送作戦の、積極護衛を実施します。同輸送船団を殲滅すべく敵深海戦力の大規模な襲撃が予想されます。十分に警戒を。欧州方面派遣連合艦隊出撃、輸送船団の護衛を完遂せよ。今回は全体的に輸送が多いですね。はい、北極海航路による大規模船団輸送作戦を実施します。輸送護衛部隊による船団輸送が、輸送量的には効率的ですが、敵深海勢力による大規模な船団襲撃が予想されます。強力な護衛戦力を投入、 PQ 船団による援助物資輸送作戦を成功に導け。はい、連合艦隊の、作戦海域です。
本作戦では航空母艦および全通航板型、航空機運用艦は出撃できません。あとあれですね、伊勢日向かな確か、英国に展開した基地航空隊と共同作戦が可能です。作戦中盤以降はスカパフロー方面からの、戦艦機を含む強力な水上打撃部隊の出撃が同船団輸送作戦成功の鍵です、ということでやっていきましょう。はい、北極海航路の大規模輸送船団を我が欧州派遣艦隊の総力で護衛し、同輸送作戦を成功に導け、護衛艦隊抜秒せよ、やっていきましょう。ビスマルクの戦い見せてあげるわ。はい、うちの航空隊でこっちの第一の方に強めの陸攻を積んでるので、これをボスマスに作ります。でもう一個は、J か K のどっちかでいいと思います。どっちも、敵の通常艦隊がいるので、まあどうせ撤退するなら一マスでも先の方がいいので J に集中して出してます。ボスに2つ集中するまでもないと思います。このくらいの難易度であれば、兵であればね、結構余裕で S 取れます。あとは J と K に、2部隊目を分散で出してもいいのかもしれませんね。割とその辺自由だと思います。かなり戦力には余裕ありますね。輸送船団抜秒。はい、まずは潜水艦です。第一の対戦、陣形でいきましょう。艦隊戦か、腕が鳴るわね。あれですね、 E2 で一回対戦先生見せた時ソナー積んでなかったんですね。すっかり忘れてました。いろいろ装備いじってる間に下がりませんよ。変なことしてましたね。そこで、さあ僕の戦い始めるよ。みんなついてきて。サミダレを集めて林って場所だっけ。テルズキも粘土上がってます。大丈夫、オーシア負けませんよ。始め、サミダレを集めて林って場所だっけ。もちろん上げ上げで参ります。うちのこの艦隊で一番レベル低いのが、ガルバルディさんなので、そこが、まあ、機関になってるのでそれほど大きな事故はないかなって感じですね。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。へん、僕のこと見直してくれ。はい、では空襲マスです。リンケージンで行きましょう。艦隊戦か、腕が鳴るわね。第二の機関はなんか大破してても、大破進軍してても撃沈しないっていう話なんでね。敵艦発見、放線用意。ほらいい、見てなさい。さあ始めちゃいましょう。始めましょう。これが今の仕様でも通用するのかどうなのかわかんないですけど、昔からそういう話で言われてるような気がするので、とりあえずは安心かな。まあでももし大破したら俺は多分撤退しますけどね。私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。グラッツェ、もっと褒めて。私がもらっていいのかい。敵編隊接近中、対空戦闘用意。はい、また空襲マスです。リンケージンでいきましょう。艦隊戦か、腕が鳴るわね。四番司法頼むわよ。ザラの粘り強さ、この放線で見せてあげる。
私が一番です。何言ってるの、当たり前じゃない。いいのよ、グラッツェ。もっと褒めても。私がもらっていいのかい。はい、では J と K は通常戦闘ですね。あ、その前に基地空襲です。どうしても物資守りたかったら一部隊防空に回してもいいのかもしれないですね。そんなに食らわないので気にする必要ないと思いますけど。はい、 J マスと K マスは第4の戦闘隊形でいきましょう。艦隊戦か、腕が鳴るわね。航空隊が半分くらいは落としてくれますね、大体。うん、こんな感じですね。敵艦発見、当然用意。ほら、いい？見てみて。ゼラ級の戦い、始めます。4番手法、頼むわ。ザラの粘り強さ、この方向で見せてあげるんだから。私がもらっていいのかい。グラッツェ、グラッツェ。ここもそんなに敵は強くないですね。艦隊戦か、わざわざ腕が鳴るわね。陸航とかの距離の関係であんまり伸びないんだったら、わざわざこのマス狙うとかっていう必要もないですね。敵艦発見、当然用意。ほら、いい？まあ、難易度高かったらまたね、編成も変わるんでしょうけど、低攻略だとこんなもんですね。さあ、かかってらっしゃい。4番手法、頼むわよ。ザラの粘り強さ、この方向で見せてあげるんだから。集めて林って場所だっけ。オーシオン負けませんよ。さあ、行きなさい。テルズキも粘土上がってます。はい、大丈夫。打ち方始めよう。足は止めちゃダメ、動かないと。ザラの粘り強さ、サミダレを集めて林って場所だけ。この線で見せてあげるんだから。私がいただいておく。グラッツェ、私がもらっていいのかい。女王陛下と、悪いな、みんな。あなたに。ま、そういうことだから。やったぜ。しら、またお芋食べてる。はい、ではLマスはノード分岐になります。第一ゲージはこのMマスに行って輸送しましょう。はい、それではボスマスになります。ダンク。これ第2ゲージ以降どの辺にマップが出るのかちょっと予想つかないですね。まんべんなく埋まってるような気がするけど。艦隊戦か、腕が鳴るわね。4番
番手法頼むよ。ザラの粘り強さこの光線で見せてあげるんだから。ちょっと冗談じゃないよ。サミダレを集めて林って場所だっけ。夜魚雷発射艦は大丈夫。やってみるか。危険だったら武器の音色上がってます。おっしゃ負けませんよ。はや始め。こんなの私の装甲抜けやすしないだから頼むよ。サミダレを集めて早く見せてあげる。魚雷発射艦粘土上がってます。大丈夫打ち方。さあ行きなさい。おいいですね。近代兵装舐めないで。少し痛いですよ。よく狙って。攻撃開始。いいだぜ本物のな。素晴らしい昼終了ですね。今の BGM いいですよね。いかにも雪ステージって感じで。私がいただいておく。クラッツ、私がもらっていいのかい。女王陛下と。悪いなみんな。あなたに。ま、そういうことだから。やったぜ。はい、輸送完了。ここはなんか神下が落ちるらしいですね。まだ出会ってないです。仙台ちゃんおしゃれですね。あ、そういう感じで出るんだ。これが第2ゲージですね。はい、ピコーンとなったので、なんかのギミックを完了したんだと思います。では次は、第2ゲージ、を攻略するときにお会いしたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローとよろしくお願いします。それではお疲れ様です。おやすみなさい。バイバイ。